者といえば忍びたちである。彼ら風魔の左ごとと呼ばれる装備をつけ、騎馬戦術や弓術に立て、北条家に見出された風魔忍者、弓を引くのに邪魔にならない左手によるコテをつけている。その名残か、騎乗中でなくても常時つけるようになったのがこの装備である。また予備の弓の鶴を巻いておく統制の鶴巻、風魔忍者の特徴的な装備である。いつでも弓を引けるという心持ちのため、風魔忍者弓を持たないと必ずこの鶴巻左腰につけ任務に挑んでいた。この忍びは風魔小太郎、風魔忍者たちをまとめ上げた棟梁である。天正18年、後に小田原征伐と呼ばれる豊臣軍との戦いに備え、風魔小太郎はその配下である加藤団蔵に豊臣軍の情報を探らせていた。その情報が今一つの巻物に記され、小太郎のバレてしまっては仕方がないな。北条に風魔ありと、その身に刻んでやろう。彼らがいたからかもしれない。北条鉄砲衆でござる。この北条古代祭り、あるいは11月3日の箱根大名行列などで避難人の任務を披露して避難人の文化の保存継承に努めてござる。もう一回やるんだ。これすればそんなにこれなるほど、鉄砲手スルビンチ構え、中隊を切れ、放て。Thank you.
Thank you.